久保さん、ゴキブリを食べてでも、金を稼ぐ。ゴキブリを食べてでも金を稼ぐっていうね。昔、レベゼセンチキさんがインスタのフォロワー100万人目指すっつってね、ゴキブリ食べてたんですけど。あと、まあ YouTube の初動でバズってたのが、ウイスキー一気飲みっすね。ウイスキー一気飲みしてゲロ吐くっていう。いろいろやってましたね。体めちゃめちゃ張ってましたよ。うん。だからなんか、まあ、久保さんも言ってましたけど、 雑草を貯めて金もらえるのでやりますよ。ぐらい、なんだろうな。まあ、実際、レベゼンキルさんゴキブリ食ってましたから、まあ、僕はちょっとすいません。ゴキブリは <laughs>、食わないように努力したいですね。うん。食わなくても稼げる努力をします <laughs>。<laughs> いや、でも、すごいなと思いましたね。ウイスキー一気飲みとかもう死にますからね。マジで。うん。ウイスキーに一気飲みにしたらマジで死ですよ、あんなの。 ほんとすごいなと思いましたね。そうだからなんだろうな、みんな結構ね、甘く考えてるところがあって、なんか僕も本数結構やってる方ですけど、じゃあゴキブリは食べてないわけですよ。うん。まあそんな甘ないので、なんかその、結果が出るまでやるっていう、まあ堀江さんがね、成功するためにはしつこい,しつこいやつしかダメだ、しつこいことだよみたいなことを言ってね。なんかそのビジョンとか、 なんかそういうの関係ねえんだよみたいななんかすげえ言っててすげえすげえ共感するんですよね。ほんとビジョンとか夢とかどうでもよくてどうでもいいって言ったら語弊があるかもしれないですけどとにかく結果が出るまでしつこくやるっていうのがまあ当たり前というかねまあそれはなんか戦場で生き抜くために培ってきたマインドセットというか。 ビジネスの世界でずっとね、稼ぎ続けるために、稼ぎ続けるために、現場でやってきたからこそ、すごく堀江さんの言葉がもう身に染みて僕は感じましたね。で、そのニュースピックスでその成功の定義みたいな話してて、目の前の人がね、ビジョンだみたいな、なんかよくある感じの、いや、ビジョン大事ですみたいな。で、堀江さんとちょっとやり合うんですよ。それがすごく好きで。<laughs> すごく好きなんですよ。そういうのじゃないんですよね、と。 とりあえずしつこいんですよと。なんか、なんかそんな、そのうまくね、小林さんうまく言う表現できてなかった、そのうまく表現できないこともわかるんですよ。そう。なんかその、しつこくできる、努力できる理由がみんななんかあるからでしょうとか、まあ、こうだからこうでしょうみたいなことを言うんだけども、 これがないからできないとかね。なんか時間がないからできないとか、お金がないから成功しないとか、なんかチャンスがないからどうのこうのとか、なんかこの理由がないからどうのこうのって言うんですよいや。そんなん全く関係なくて、とにかく結果を出すためにやるだけ、それだけなんですよ。なんかそれ以上でもそれ以外でもなく、もうそれなんですよ。だからまあ俺か俺以外かみたいなね。なんかもうそれしかないんですよ。で、そこになんか余計な理由も何もないし、 っていうプライドっすね。っていうプライド。<laughs> っていうプライドなのかなわかんないですけど。だからずっとやっぱね、その単発じゃなくて僕も稼ぎ続けてるので、久保さんも稼ぎ続けてると思いますけど、稼ぎ続けてる人しかわからないことがあるんですよ。ビジネスをし続けてる、現場レベルでし続けてる人しかわかんないことがあって、僕もずっと稼ぎ続けてるし、ずっと売り続けてるので、17年もやってますからね、もう。気がつけば。 うん、まあそれはなんかねほんと現場レベルで僕は、うん、培ってきたかなと思いますね、うん、とにかくしつこく粘り強く結果を出すっていう、うん、そこになんか、まあ、人間なんでねいろいろ思う気持ちはありますよそれは出てきて、まあ、不安だったりとか面倒くさいとかモチベーション上がんないとかいろいろあるんだけどじゃあじゃあモチベーション上がることすればいいじゃんっていうただそれだけですよねあな,たあなたのモチベーションが上がることは何なんですかと。 僕もね、車、気分転換で車を運転したりとか、ドライブしに行くんですけど、それやればいいじゃないですか。人それぞれそのね、音楽を聴くなり、例えば僕はブログを書くときに音楽を書けるんですけども、ブログを書くってもう地味な作業なわけですよ。もうこれも毎日更新してもう2年ぐらい経ちますけど、これ10年やるわけですよ。ブログ書くの超地味なんですよね。で、僕毎日音楽書けてね、で音楽書けながら書くんですよ。それは自分をコントロールするために、 音楽かけた方が僕はかけやすい。モチベーション、モチベーション上がるというか、まあ、心地がいいので、音楽、BGM があった方が。うん。だから、ま、これは人それぞれですよね。なんか、その BGM があると、なんか集中できないという人もいると思うんで、僕はそうなんで。BGM があった方がいいんで。うん。そだ今日もね、もうブログ書いちゃいましたしよ、もう終わりですね。あと、動画も、講義もまた新しく撮ったんで、も、ま、う、あ、終わりですね。 明日は久保さん福岡ですね。そうあのチューニング、福岡にね、の BM のね、チューニングパーツ売ってるとこがあって、BM はス、まあ、スタディさんっていうとこがすげえ有名なんですよで。スタディが一挙党みたいな、BM といえばスタディみたいなね。で、ここすごいんですけど、なんか、そのスタディの会員がね、なんか、これ多分ねち、ちゃんと調べてないんですけど、年会費じゃなくて、なんか3万円払うと会員になれるみたいなのもやってるんですよ。で、それが、 500人、500名だったかな、スタディの会員が。スタディ。で、明日からイベントす、今日今日からイベントやってるんですけど、だから明日、だからお問い合わせしたんですよ。で、お問い合わせして、あの明日行ったらそのパーツ取り付けてくれらつってますかってお,お問い合わせして、他にも、あとホイールも上がるんですよ。だからホイールも僕買うんで、だから全部、その、まあ、今日やるイベ今日と明日やるイベントのやつは、その点火系の パーツなんですけどその点火系のパーツをまあ明日行ったらと取り付けられますかつってさっきメール来てあ大丈夫ですよつってでまあホイールとかも BBS のホイールを入れるんですけどそれも来月4月から値上げタイヤも値上げするんですよもうもう全部3月中に契約だなと思って <laughs> 3月中全部買ったらと思って <laughs>、うん、200万ぐらいちょっと契約してくるかもしれないです <laughs> パーツ 200 250万ぐらいになるかもしれないですねもしかしたら <laughs> 全部で <laughs> 全部で250ぐらい明日買い物するかもしれないです <laughs> でもねスタディさんねなんか見たらその3 50万以上の買い物はローン組めるみたいで36回払いだと金利0円らしいんですよこれ250万で36回分割しようかなみたいな <laughs> <う>金利0だったらいいなと思って まあそれもいろいろとちょっとそう、もういっぱい、めっちゃあるんですよ。でもそれも入れたらもうほぼないんですけど、だ添加系でしょあとはサブコンでしょサブコン、これサブコン、添加系の明日、明日のやつが10、多分3、4万なんですよ。明日入れるやつが。で、そのサブコン、サブ,サブコンピューターみたいな、これ馬力上がるやつなんですけど、これが40万、50万するんですね。 であと補強パーツですね。補強パーツも10万ぐらいするんですよ。で、車庫蝶も、車庫蝶を落とすやつですね。あれが、まあ50万ぐらいするんですよね。で、あとホイールとタイヤセットで80万ぐらいするんですよ。んでもそれぐらい、あ、あとマフラーか。で、マフラーでしょ。マフラーも30万ぐらいするんですよ。マフラー30万ぐらいでしょ。あとはエアローも、前と、ここと後ろで50万、60、60万ぐらいかな。もう結構ね、えぐいですね。<laughs> まあちょっと相談していきます。結構えげつないですね。一気に全部やるってなったら。もしかして300万ぐらいになっちゃうかもしれないですね。ちょっとあの分割でいきます、分割で。36回。欲しいものはね、金かかりますからね。欲しいものは金かかるんですよ。 いやもうほんと値上げすごくないなんか、ハンバーガー、ま、マックもクオさんなんか値上げらしい。まあなんかね、マクドナルドハンバーガー、ハンバーガー。多分ね、値上げなんですよ、多分。マクドナルド、3月14日から2割,あの,2割の商品値上げらしいっすよ。うん。もう全部値上げっすよね。これやばいっすよね。マックも値上げですよ。 全部値上げですねだか,だかホイールもねもうなんかマックスで14%ぐらいホイールも BBS のホイール値上がりするみたいでタイヤも値上がりするし4月からでもなんか3月旬中も入れると、うん、大丈夫らしいですけどだからまあもう基本全部まあね、まあ、この状況下ですからね、まあ、基本全部上がるでしょうねうんだからねお金はね稼いだ方がいいですよ 欲しいものを買えないし欲しいものを今のうちに手に入れとかないと年取れますからねだらお金があればねまあ久保さんもよく言いますけど若い頃ね憧れてたものを今買えるその若い時は買えなかったけども今買えるようになって買えるでも一生買えないって寂しくないですか まあもちろん若い時に変えるのがまあベストだと思いますよ、ね。若い時に変えるのがベストだと思いますけども <laughs>、年取っても変えないっていうのは、あの、悲惨ですよね。<laughs> 多分。何十年も生きてきてる、何十年も生きてきて頑張ってるのに、ね、みんな会社でも頑張ってるわけじゃないですか。会社で頑張ってないっていう人もいるかもしれないですけど、仕事も頑張ってるし、みんな頑張ってるわけじゃないですか。で頑張って40年、50年頑張ってきてるのに、欲しいものも変えなかったら、それは なんか人生なんかつまんないですよねうんだそれはまあ手段はいっぱいあるわけですからあなたが何を選ぶかですよねまあ会社で頑張ってもアッパーはあるけどもネットで頑張ればねまあアッパーないわけですからうんまあそれはあなたが何に頑張るかによって変わってくるとは思いますけどまあいずれにせよみんな頑張ってるんで僕は頑張る手段を変えればいいんじゃないかなと思いますねうんそう だだからななんろうなキャバクラでウイスキー、キャバクラでそのお酒をガンガン飲んでも金は増えないけど、YouTube っていうプラットフォームで体張って YouTube でウイスキー一気飲みしたりとかね、その発信のネタとして、発信のネタとしてそれをやったらアクセスはこうとと取れるわけですよだけど、一人でね、ここでね、何も映像コンテンツとしてネタとして使わずね、一人でウイスキー飲んでたらね、それはお金になんないでしょ。 で昨日か。昨日僕、あの、そう、金麦研究所やってたんですよで。お酒飲みながらライブしてね。あの、ただそれだけなんですよ。お酒飲みながらライブして金取るんですけど。はい。でも一人で飲んでたらお酒も、あの、金入らないんですよ。だけどそれライブでやったらお金取れるんですよ。で最近ね、また2、3人入ったんですよ。金麦研究所。ただ酒飲んでるだけなんですけど。<laughs> 昨日ね、日本酒も開けまして、日本酒も飲んだんですけど。 結構昨日酔っ払いましたね。<laughs> 酔っ払い配信で金もらうっていうね。なんかよくわかんないですけど。うん、うだからもう本当ね、なんか、まあみんななんか甘いなと思いますね。うん。なんか本当ガチの人はガチ、ガチにやってるなと思いますよ。体張ってるし。うん。久保さんもだから僕すごいなと思ったのが、一番最初その、 お客さんに合わせてね、お客さんが朝、時間がないサラリーマンの人とか、朝5時とか4時でも時、夜中でも、お客さんに合わせて対面してね、面談してたっていうのはね、すごいなと思いました。あれはね、やっぱすごいなっていう、体つか張ってましたよね、お客さんに合わせて。<laughs> うん、お客さんが時間がないから朝5時だったらいけます、じゃあいいですよっていうね。<laughs> まあそういう時期もありますからね、久保さんも。 僕もありますし、今は僕はお客さんを結構選べるような風になってきましたけど、僕もありますよ。僕もいっぱいありますから、そんなの。うん。そう。まだビジネスっていうのは大変ですね。はい。はいってらっしゃい。